人口集中地区とは日本の国勢調査において設定される統計上の地区である。英語による d e n s デンスリーイ y Inhabited District を略して DID とも呼ばれる。市区町村の区域内で人口密度が4000人、平方キロメートル以上の基本単位区以前は調査区が互いに隣接して人口が5000人以上となる地区に設定される。ただし、空港、港湾、 工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれる。都市的地域と農村的地域の区分けや競技の都市としての市街地の規模を示す指標として使用される。基本単位区を単位として定義されており、以下の2つの条件を両方満たす単位区が人口集中地区である。その合計人口を DID 人口、DID 人口を総人口で割り100倍したものを、DID 人口比内市は都市化率、都市人口率という。具体的には、以下の図で A、B、C の3つの地域があり、B と C が密度基準を満たしているとする。ここで、B 地域の総人口は6000人、C 地域は4000人であったとすると、規模基準をも満たす B 地域のみが、 人口集中地区として定義される。人口集中地区が一つもない市町村もあれば、複数の人口集中地区を持つ市町村も現れる。いわゆる昭和の大合併により市町の区域が大幅に拡大した。このため市町の区域内に広大な農村的区域を抱え込むことになり、支部イコール大都市、中都市、町イコール小都市。 村イコール農村的地域という図式は成り立たなくなった。統計上都市的地域と農村的地域を区別することはできなくなり、不都合をきたした。そこで昭和35年の国勢調査から人口集中地区が設定されるようになった。以下に昭和35年からの市及び DID の数、支部人口比率及び DID 人口比率を示す。 一人の調査員が担当する区域で、外区や世帯数、50世帯程度をとに設定される。A 地域は人口密度基準は満たしているが、一つの基本単位区だけであるため、区が連続しているという条件を満たさない。ありがとうございます。